はい、そしたらね、メインはね、鶏の手羽先のね、甲羅に、今日はやってみたいと思います。鶏の手羽、ですね、ご飯がいい感じだと思います。お、いい感じですね。はい、1号です。鶏手羽を入れます。これを入れていきます。入れて、だからね、アクが出るんで、このアクをね、まあ、丁寧に取っていきます。柔らかい。うん、うまそう。鶏の手羽先の甲羅煮、完成です。はい、これをね、これから食べていきたいと思います。うん。うまい。うん、あ、なんかね、コーラでやったけど、なんかコーラっていう味はしないですね。すごく柔らかい。うん、うまい。大成功です。あー、うまー。キーマさん、はい、手羽食います？いいですか？はい、お皿あります？あります。ここさんが素敵な料理を作っていただきました。これはですね、はい、手羽先の甲羅煮ですね。おお、美味しそう。あ、2本、すみません、ありがとうございます。はい、美味しそうです。どうぞ。めちゃうまいです。ありがとうございます。どうぞ食べてください。はい、ですね、夕飯も食べてね、今ちょっとゆっくり飲んでるところです。はい、で、すいません、ね、今日遅くなっちゃったんですけどね、ローカルのアラシンさんが今日見えてます。どうも、アラシンチャンネルのアラシンです。コラボキャンプということでね、ローカルキャンパスとチーバーチャンネル、はい、チーバーさんとコラボキャンプ、まあ、それはね、はい、やるっていう情報はもう僕知ってまして、で、僕も参加する予定ではいたんですが、仕事の関係でちょっと明日仕事でね、参加できずということで、でもいても立ってもいられなくなったもん、私アラシンは弁当片手にここまで来ちゃいました。まだね、時間は8時、ね、気温がね、20度、アナログだね。見えねえよそれ。20度です。これ見えないよ。モリコンちゃん、それ見えない。モリコンさん、これは危ないやつ。危ないやつ。これお風呂に入ってる、お風呂にいるやつじゃなくてよかった。水温計じゃねえか。まあ、そんなことでね、まあ、ずっと今日笑いながら飲んでますね。こんなダラダラで申し訳ないですけど、楽しんでいきたいと思います。ローカルキャンパスで皆さんよろしくお願いします。
チーバーさんからいただいたお酒が本当にうまい。あのチーバーさん会ってみるとね、本当に話しやすくていい人でしたね、はい、このね渋野、僕がちょっといいなと思ったこの八重洲でね、このチーバーさんと一緒にコラボキャンプできて本当に、嬉しいです。はい、ちょっとね、さっきちょっと杉キャンプさんがね寝る練習をしてたんですけども、がぜんなんか生き生きとしますね顔がね、うん、やっぱりねちょっとクマが怖いです、はい、このねちょっと上が僕が釣りをしているテリトリーなんですけども、民家でねあのクマが入って冷蔵庫の中を開けて冷食をちょっと漁ってたっていう事件がちょっと前にあったんで、すごくねクマにビビってます、はい、まあちょっともうちょっとねお酒を楽しんでいきたいと思います。乾杯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 。ああ。モリコンチャンネルでした。おはようございます。ですね、起きて雨が降ってたんですけど、朝方雨降ったんだよね。降りました。うん、あのハンモックでみんな雨降って大丈夫かなと思ったんだけど、あのこの通りね、僕もびっちょっちょですね、この下がね、こんな感じでびっちょりです。昨日ねあのアマゾンで買ったこの2000円ぐらいのね、この非常にコンパクトなこれで僕寝たんですけど、まあまあ寝れましたね僕は。もうみんな寒かった。うん、少し寒かった。少し寒かった。でもなんとか行けましたねこれでね。コンパクトで非常にいいですこれ。で朝ごはんですね、食べていきたいと思います。今日は鹿児島の黒豚豚骨ラーメン2人前食べたいと思います何の笑いだったんだろう。いつも2人前だなと思って、ということで、ラーメンを食べて、はい、徐々に片付けていきたいと思います。でインターバル30秒だから60回。はいはい、それやばなこれ嫌になっちゃうな。まあ、引き目が出てくると思います。あれはやだな。で太ももは一番こう水平にあうめしてる方が一番負荷がかかるから、はい、ここにここが鍛えられる。こう立ってるだけだ。30秒とか、はいはい、片方ずつやんないよりは、はいはい、で一番こう上げすぎると全然苦しくないここ。ああそうですね。ここが一番ね。あとは締めの挨拶だけです。いや別に今の生活が嫌だとかじゃなくて、もう今の逆に俺今すげえと思ったもういいかな。仲いいやな初めてぶち切れたんですよ、うん、俺今なんか全然いや怒れない相手っているんだって
はい、ですね、片付けも済みまして、これからね、帰ろうかと思います。はい、いいコラボキャンプでした。はい、チーバーさんありがとうございました。また機会があればよろしくお願いします。スギちゃんありがとうございました。また機会があれば、また機会があればぜひ、はい、よろしくお願いします。また来年、良いお年を。はい、ということでですね、また楽しみたいと思います。今回は、すごくね楽しい出会いができました。モリコンチャンネルのモリコンでした。